テレビ朝日系、はとりしモーニングショー、月金曜、午前8時は28日、第50回衆院選が27日に投票、即日開票され、自民党が大きく議席を減らし、公明党を合わせた与党で過半数の233議席には届かなかったことを報じた。自民党は、公示前の247議席から191議席へ大きく減らし、 公明党も32議議席席から24議席となった一方野党側は立憲民主党は98議席から148議席に躍進国民民主党が7議席から28議席と大きく議席を伸ばしたが日本維新の会は6議席減らし38議席だったスタジオには政治ジャーナリストの田崎志郎氏が出演番組では産経デジタルが 自民党の小泉進次郎、選挙対策委員長が今回の結果を受け辞意を固めたことを報じる記事を紹介した田崎氏は小泉氏の身体に小泉さんは昨日の午前中ぐらいから辞意を固められていてとし夜に党本部で石破茂総裁森山裕幹事長にも意向を伝え慰留されていることを明かしたその上でしかし進次郎さんにすれば、 ここで誰か責任を取らないと、もっと執行部は責任を問われますよ、と。せめて私だけでも責任は取らせてほしい、ということで、G は非常に固いです。強制式に G を表明されると思いますと解説した。以下は視聴者からのコメントで、今回の選挙は自民党の傲慢さに対して国民により一定の評価が下された結果であり、小泉が選挙対策が 同行の問題ではなかったと思う与党が過半数を割ったことで、今までのような強硬手段は打てなくなったことは良かった。しかし根本的には、自民党に脳を突きつけても対する野党に改善策、打開策は見当たらない。任せられる人材がいないのが現状だと思う。幹事長は、本来総裁の右腕でなければならない。 森山さんは、石破総理のしたいことをことごとくひっくり返し、最後に非公認候補に2000万円拠出。国民からすれば、石破総理に期待した人もいるのに、ことごとく裏切られた感を感じる。ただ、本当に、自民党や石破総理を悪く見せる必要はあったのか。その心は、裏金議員を一掃し、石破の権限の強化を図るため、 過半数割れたが、範囲芝が減れば、政治資金規制法等。野党と話し合い改善に踏み切れる。裏金問題をきれいにすれば、野党と政策合意したら、決定できる。ある意味的は、自民党内にあり改革できない状況であり、裏金有力議員を排除すべきであったから。新次郎さん、非公認者2000万円の決定した経緯を明らかにしてから辞任すべきです。 選対委員長には2000万円配布の決定権限はないと言っていましたが、そうではなく、この件が選挙に与えた影響は少なくないと自他共に認めているのですから、選対委員長として明らかにすることが仕事ではありませんか。2000万円の税金を迷惑とも言われ、やあめたでピリオドを打つ。今回の結果を理解していない自民党そのまま。もっとも、 選対機関に委員長ととししして職レポしていたことが辞任理由ならば納得します石破総理への評価は別として、今回の選挙で与党が過半数を割れたのは、裏金問題が影響した結果であり、正直なところ、石破総理の失勢とは言えません。仮に、石破総理がこの結果を受けて辞任したとしても、 裏金問題を引き起こした子安倍総理の後継者である高市氏の責任は大きく次期総理になる可能性はありえないでしょう党としては重要な立場なのかもしれないが一般国民にとっては別に何の役にも立っていない党内限定の役職衆議院選挙の看板に過ぎないそれを誇示しても政権与党になればそれなりに政府役職を与えられる可能性があるが 大臣としての能力が期待できないのは、過去の環境大臣での言動をはじめ、党代表選からの一連の流れで明らかになった。それ以前に、政権与党でいられるかも定かではないが、今回の衆院選結果を見て、自民党、小泉選対委員長が辞意を固めたことは、誠に賢明な判断だ。もともと、石破首相とは近い関係ではなかったし、 有権者から支持を失い与党過半数割れという大敗北を喫し自民党内からも求心力を失った泥舟にこれ以上とどまる理由はないからだ身体を考えるべきは石破茂総裁と森山宏幹事長であろう